伊豆島は、海上自衛隊の総改定、菅島型総改定の7番艇。艇名は出島に由来する。伊豆島は、平成11年度計画総改定387号艇として、USC 京浜事業所神奈川工場で2000年4月27日に、寄港され、2001年10月31日に、浸水、2003年3月18日に収益し、 総会大軍第一総会大に編入された。2012年11月17日から11月30日、日向灘で、機雷総会訓練に参加。2014年6月20日から6月29日、伊央島周辺海域で、平成26年度実機雷処分訓練に参加。同年11月20日から11月30日、日向灘総会特別訓練に参加。 2016年2月1日から2月10日、伊勢湾で、機雷戦訓練に参加。同年6月、福井県沖で、行方不明になった中部方面情報隊無人、偵察機の捜索を行った。同年7月1日、総会大軍の開編により、同日付で新編された第三総会大に、編成がへ。同年10月19日、大港地方大霊化函館基地隊所属の、 第45総会体に編成がえ。2017年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成28年度機雷戦訓練に参加。2018年7月18日から7月30日、道の区湾にて機雷戦訓練及び彦目印、共同総会特別訓練を実施する。ありがとうございます。